顧客資産の喪失を報告したカナダの仮想通貨取引所最新レポートが公開。カナダの仮想通貨取引所クアドリガ久喜氏が顧客資産をすべて喪失し、破産による債権者保護を裁判所に申請した事件に関して最新のレポートが公開された。最新のレポートでは、同取引所の保有する仮想通貨ウォレットや顧客の出金に他のユーザーの資産を利用する状況が起きていた可能性を指摘するなど、懸念点が多い内容となっている。 Facebook、 仮想通貨決済の促進を図るブロックチェーン企業を買収。アメリカソーシャルメディア大手 Facebook が初めてイギリスの小規模ブロックチェーンスタートアップ企業チェーンスペースを買収し、そのチームを雇ったことをアメリカ人気オンラインメディアチェダーが報じている。Facebook は現在インドを初の市場対象として、自社のハサプーエで送金可能な米ドルに準拠した安定通貨を開発しているなど、業界参入に向け本腰を入れている。仮想通貨採掘大手ビットメインのハッシュシェアが16ヶ月最低値に下落。ビットコインマイニングプール大手のビットメインが運営する BTC.com とアントプールの2つのプールのハッシュレートが16ヶ月最低値まで下落、一時全ネットワークの4分の1になったことが判明。ビットコインのハッシュレート分散化が加速している。アメリカクラーケン、ビットコインや XRP など主要5通貨の先物取引を開始。大手仮想通貨取引所クラーケンが仮想通貨先物取引で業界を牽引するクリープとファシリティーズの買収を発表した直後、早速ビットコインやリップル、イーサリアムを含む主要5銘柄の仮想通貨先物取引を開始することを発表した。今後もクラーケンの将来的な展開だけではなく、他の仮想通貨取引所がどのような形で先物取引を提供していくのか、業界発展につながる動きとして期待していきたい。フィンテック企業50にリップル社が5年連続ランクイン。アメリカ著名経済誌フォーブスは2019年次のフィンテック金融技術企業50の順位リストを公開し、仮想通貨ブロックチェーン企業6社がランクインしていることが判明。仮想通貨ブロックチェーン企業では唯一リップル社が5年連続のランクインとなった。